はい、こんにちは。てか、こんばんはですかね。I7NZBG でございます。なんでこんな名前してんでしょうね。わかりやすい名前にしなかったら登録者数伸びないよ。まあいいや。ですね。今回ですね、また登録者数をまた確認するとですね、なんとで75人したんですね。ありがとうございます。前70人達成したのがね、6月のね、真ん中だったんですね。だから、真ん中じゃねえ、間違えた。6月の最初の方でした。なので、まあ2週間くらいで、75人、5人増えたということで。私のチャンネルでは、だいたい1ヶ月ちょっと、1ヶ月と10日ぐらいで、チャンネル登録者数がありがたいことに5人増えるというのが、いつものペースだったので、このペースは異常な速さです。本当にありがとうございます。何か人気の元となる動画があるんじゃないかと言われそうですけども、それがね、ジョジョの奇妙な冒険の5部を、のね、BGM を弾いた動画ですね。これが、1ヶ月弱にわたってずっとこう高い再生回数をね、誇っているという状況ですね。ちょっとね、私のチャンネルでは異常なレベルのなんか伸びをしております。こんな感じの動画をいっぱい作るっていうのが、まあ動画作ってる人間としてはやることなんでしょうけども、最近ちょっと動画の投稿頻度が落ちてきてしまっているという、まあ怠慢、気の緩みっていうのが出てるんですね。これは気をつけようと思っております。はい。今日ね、また新しく動画をいくつか出そうと思ってますので、もし気に入ったものがあればという感じでございます。はい。でね、まあいろいろ話したいことがあるんですけどね、3分しかないからな。そうだな。まあいろいろあるんですよ。なんかマイクがね、音質悪いなとか俺思ったりさ。あと、まあ、視聴してくださってる方からいろんなコメントをいただくんですね。まあ、9割ぐらいはね、褒めてくれる動画、ものがある。1割がね、あとね、床が汚いって言ったんですよ。まあ、これはね、正しい指摘です。ですね。まあ、この、例えば、ジョジョのやつもそうですけどね、これ弾いた頃も、気の緩みから床に直置きしてね、弾いてた。まあ、今も床に直置きなんですけど、最初の頃とかね、途中はそうでもなかったんですけど、ねえ。今はね、ちょっとね、床が綺麗なフローリングの上なんでね、そんなに汚れてはいないのかなとは思ってるんですけど、ジョジョの、BGM 弾いてた頃はですね、ちょっと床が綺麗じゃなかったですね。すみません。まあ、いっそね、床汚いことを一つのこの、特徴としてね、動画を作るっていうのもありかなと思ったんですけど、なんか、よくねえか、そういうのもそれで、と思っちゃったりして。残り30秒しかねえや。ですね、最近また作り出した動画がありまして、それが英語の歌詞をの動画、英語の歌詞の曲を日本語っぽくするっていうのをやってるんですけど、これね、タイミングとかさ、やっぱり原曲と違うんで、私が歌ってそれを指し示す必要があるのかなと思ったんですけど、僕ね、歌うまくないんだよね。声もそんな良くないからね。っていうのでね、ちょっといろいろ改善方法を考えております。しばらくはこの方法でいくかもしれないですね。歌っちゃう方法で。すいません。今日またいろいろ動画出すんで見ていただければと思います。こんにちは。